はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、ハードコア無限ロケラン編ですね。古城パートやっていきたいと思います。そうそうそう、で特に村では見てなかったんだけど、装備で、あ、ハンドキャノンあるじゃん。ハンドキャノンちょっと取り出して、かつトレードで限定チケット、特殊改造チケットを買って、改造費がないんだな多分。どれだハンドキャノン、これか。ちょっと限定しよう。9500円でいけんな。で装填数と装填速度はこれ一気に全部いくんだ。無限だから。なるほど、めちゃくちゃお得じゃん。じゃあで攻撃力はどこまでいくんだ。とりあえず連射速度重要だからな。攻撃力はまあ賄えると思うんで、先にじゃあ連射速度を上げて、ちょっと狭いところに来たらなんかしゃがんじゃったけど、ハンドキャノンでやろう。あー、まあレベルがやっぱ遅いな。あ、そうか、そもそもあれか、弾込めが必要ないのか。羅針盤、まあ通常時はちょっとロケランどこに置いとく。ショートカット的に右になってんのか。ショットガンの位置にロケランを置いてんのか。その俺のいつものやり方だと上がハンドガン系で、右がショットガン系で、左がライフル系で、下が手榴弾系にしてるんですよね。でここに変なやついるから、これじゃもう一発でさよなら。ショートナイフいらなすぎる。でどっちだこれ、こっちか。で上に出てくるけど、どうなの、無理か。まあ、とりあえずボンジャー下のやつだけ。あ、これ爆風でめちゃくちゃ当たるな。当たるな。で何、とりあえずちょっと待って、アシュリーにピンポイントに当ててきやがったな、この野郎。いや、I'm fine。仕方するか。でこれも落としておくか。え、どっから来た。ちょうどここに来たか。あ、どこにいる。はい、あのた、まず先に下に来たぞ。ここまでは来ないでしょ、どこが入っても。どうだどうなってんだかよくわからん。ここ狭いからな。ちょっとハンドキャノンでポンってやって、後ろから来るんだよねあいつ。めっちゃスタンバイしてんな逃げてったけど、あ、倒したか。まあ、じゃあ一応一発だけ撃っとこう。でこっからなんか走ってきてんな、変なやつが。ポン、後ろから来てるかだけちょっと確かめとかないとな、いけないんだけど。これこっから狙える、こっから狙えるガンガン狙っていこう。狙えるところから、ま、青コイン取ろうとすると、いてこれだけ気をつけないと。ここ大丈夫、ここいるんだよね。あれ、いね、あいつが走ってきたのか、ここにいたやつが。
ちょっともうめんどくさいから青コインは取らないです。ドンドンでドン、さあ行きましょう。敵はもういないか。早かったな。進みだけは早い。樽もしかと。先行手榴弾って何個ある？武器や。もしかと。でここで出てきて、とりあえず後ろからも来るから、ちょっと先に。ちょっとなんとかしてきた。でドン。どうなってる？まだ残ってるか。あ、まだいるじゃん。あ、アーマーちょっと直さないと。大事な大事なアーマー。金使うとしたらここだな。一番金使う。リヘナラドールって正面からやっても倒せんのかな。ロケランだったら金塊。 Come on. Okay. まあアシュリーちゃんが開けている間に左の壺を壊そう。 I need you to open it from the other side. 600円。開けろ。 It's open. ガッチャ。Good work. まあ一応こっちのお宝は取りに行きますか。香水瓶。これお宝ってとりあえず全然売ってないけどさ、アタッシュケースみたいに持ち物がいっぱいとかにはなんないかな。ライフル。Looks like we can continue on this way. Be careful. で、こっち。いいね、明るいね。What was that? Do they keep animals down here or something? で、回収して、こっちで。で、ここら辺から走ろう。これそのままもう迎え撃てる。さあ来い。ドン。倒した？倒したな。強っ。さすが、本当に全てを一撃で粉砕できるな。早い早い。これがもう早々に手に入るっていうのがやっぱりすごいな。ガチャ。でこっちか。確かに動物が一匹いただけだ。何の問題もない。You okay? I'm fine. Well, for now. あ、それで今ここか。とりあえず剣だけ先に回収しとこう。あれ？回収できねえ。あそこだけハマってなかったのか。Hey, wait, OK です。で、これロケランでいけるのかな？ちなみに。爆発したら嫌だな。なんかよくわかんないけど、あ、ちょ、待って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 、全部鳴らそう。とりあえず、どうなってる。やって、ヘビ
れもしかしてさ、なんか当たっちゃってさ、あれできてないってこと？ちゃんとハンドキャノンでいくか。ヘビー、わし開いた。強引すぎたな。Well, it's just a replica. Only a couple of uses for it. で、鉄、金、地、で、朽ちた保険。さあ、そしてここにも宝があって、腕はで、こっち行って Don't even think about trying this yourself. 飛び降りて回収して出て、はしごはアシュリが下ろしてくれるから、ありがとうございます。レオン、are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously, who does that? Where are you, my mother? さあ、そして先へ進みましょう。で、ここもアシュリがやってくれるんで、あっち側はちょ、やってくれ。やってくれた？ちょっとアシュリーちゃん、え、やってくんなくね？え、やってくんないとかある？そのハードコアだとやってくんないの？こっちポーンってやると自分でやんなきゃいけないの？ポン。あ、あれが違うとか、もしかして変わってんのか、ヘビと立つ。いや、当たらん。レティクルの絞りがマジで遅い。やばい、あれを分かんなくなってんな。あのハードコアになった時の謎解きが変わってるから、これとこれ、こっちは任せてって。ちょっと待って、まあいいや、やってくれたわ。ここら辺もちょっとハードコア特有のやつを覚えとかないとな、スムーズに進めるように。どっちがどっちだ。ここは戻ってくるとこだ。アシュリーを守るところもちょっとめんどくさいな。ここめんどくさいな、多分。湧いて出てくるからな。ここハンドキャノンの方がいいか。これ後ろから来られないように、ここで籠城するのが一番か。ちょっとハンドキャノンマックスまで鍛えてないかな。あいつは倒そう。当たったかどうかよくわかんないけど、当たってるっぽいな。まだいるな。ここら辺は排除しておいた方がいいかな。
爆風でなんとかしてるし。大丈夫か、下へ降りよう。ここ結構ナイフ高いかな。はいドン、はいドン。ちょっと2発突破しとこう。あ、もう1匹いるか。あそこにもいんな。ちょっとアシュリーが後ろにいる間になんか攻撃食らっちゃうと。でここやると多分もう一回湧いてくるよね。いけるかそのまま。よしとりあえず OK。 ああなんか湧いたな。邪魔だ。いた、あそこか。まずこっちで、あそこちょっともう爆風で。おい、ちょここはハント来たの。立て、ちょいちょいちょい待て。やばいやばいやばい、超超超え。こっち一回離れよう。一回離れてハンドキャノン。いやハンドキャノンいいわ。足、ちょっと待って、後ろ後ろをやっぱり確保したい。あったんすか。何当たんねえ、ハンドキャノンマジで当たんねえ。ん、あとどっから撃ってきてる。あそこか、あそこか。ちょっと待って、アシュリー。 Thanks. Anytime. スナイパーライフ行こう。痛い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 、早いな。ほら OK か。あれどっちだ、こっちか。あとセーブするとすればどこだ。ここロケランの方がいいのかどうなのか、ちょっとな悩みどこだな。まずこれはやっておこう今のうちに。アシュリーが無敵じゃないからさ、ロケランをさどん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 ぶっ放せばいいっていうものでもないからね。まあやるだけやってみよう。だったらスナイパーライフルの方がいいけど、スナイパーライフルの弾がどんだけあったからな。早い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 、ちょっと待って、当たらん、ちょっと待っちゃったね。ドン、直撃、直撃させないと無理か。自分の身もちょっと見ないといけないからな。なんかあっちに行った大丈夫、ちょっとめちゃくちゃ、ちょっと爆風をやっとこう。あ来てんな、爆風に巻き込まれるか、ありそう、ま、巻き込まれるわ。あっちにやっとこう。早い、何やつ早い、待て。どうなってる。あ下来てんな、痛い。ここはやはりスナイパーライフの出番か。下が来てるけど先に痛い、当たんねえ。くそやばい、これ連れ去られる、マジか、これもう無理だ。これどっから、
このくらいのタイムロスだったらまあまあまあなんとかなると思う。次ちょっとしくじったらあれだな、スナイパーライフルが12発か、あの込められてんのが。ハンドキャノンはハンドキャノンで狙うのが難しそうだからな。高倍率にするべきだったな、焦りすぎた。とりあえずロケランにしておいて、あとあれか、先行手榴弾投げるのありだな。先行手榴弾で足止めしている間にやる。これ爆風でなってる間にさ、なんかこの中から出てくるからね。当たんね。大きいエイムをしなきゃいけないんだな。一発ちょっと中になだれ込んでおこう。で一発やっておいて、で下も来るから、ちょっとこっち、あと縦か。待って待って待って、マジでさ、消えろマジでこいつら。この時って当たんないの？あったポン。ここ本当にめんどくさい。どうだ、もう世話のかかる。ここだ、どうだ、よし、まだいるな。今のうちライフル込めとかないと。で OK、あそこめっちゃ湧いてくんな。ロケランでなんとかなんない、なんとかなってんだかどうなったかよく分かってんだけど。 OK、 get back here。 戻ってこい早く、その間に回収しよう、ここら辺の残骸を。ついてこい。No problem。いや、やっぱり一筋縄ではいかん。でここで出てきて、あっちにやって okay。 ロケラン装備してドン。ハーブだか。Sure, you're good. Looks like the right place. さあこれでチャプターエンド、次へ行きましょう。Roost, come in. で、なんかね、ここら辺に、あ、そうそう、カブトムシね、いるっていうのがあって、あとここの池にブラックバスがいっぱいいるんで、回復しようと思えば回復できるっていう感じです。なんかすることある？鍵いらない、木の板、鍵。とりあえず何もはめ込まないやつは例によって売っちゃいますか。カブトムシ1万円。はめ込むのはちょっと時間かかるからね、はめ込みに。さて
あ、ここか。なるほど。ロケランで一発でいけっかな。あの赤いやつ。どうだ、倒したか。いけたっぽいな。くそ、邪魔くさい。こういう時ハンドキャノン一発ぶっ放すっていうのはありだな。宝は回収したいよな。なるべくは余裕のある感じでいきたい。よし、 OK。 早い。いや、アーマーなくなるの早い。いて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 、こいつは早いだろ。え、ちょっと待って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 、めっちゃ強い。やばい、これアーマーないと本当にヘリが早い。さっきのところで直してもらうべきだった。そしてハンドキャノンは絞りが遅いからな。ちょっと命中精度にだいぶ欠ける。カンテラやって、ここのさ、お宝取ったことないんだよね。いつも戻ってこないから、こっちまで。さあ、そしてどこにあるんだ。ベルベット C があって D があって、ここ鍵でしょ。あん中にあった。こん中にあるわ。 B がある。とりあえずはめるだけはめよう。で、兜と鎧、これが兜と盾剣。 OK。でちょっとロケランにしとこう。All right. Need to find Ashley. どんどん先へ進んでいこう。で、変なやつがいて、一応鍵は回収しておいて、あそこには戻らない。ルートで使うところがあったら使っていこう。このまま突っ込んでくるからボン。さあ、あいつも立ってる。大丈夫だね。え、ちょっとマジでアーマーをお願いします。9500円。キラーセブン買っとこう。でちょっと送り込もう。でブラックテールも一応買っとこう。買うだけ買う。 TMP ボルトスロアノースペースになってるし、預けるものは預ける。これ何、ショートナイフとかいらんわ。預ける預ける預ける。で売却のちょっと武器系だな。武器系のナイフいらない。コンバットキッチンショートか。とりあえずこんなもんでいいか。また来まーす。ドン。これなんか上のやつだとか倒せんのかな。あ、来てる。ボン。とりあえず3、4発打ち込んどこ。あっ、寄生体、お前生きてたか。一緒に吹っ飛べ。
手榴弾はあるよね多分。ガッチャ上行って、これロケランでなんとかなるのかな、ちなみにだけど、なんか爆風 で自分食らったら嫌だな。これにヒューってさ、なんで入ってくんのお前、どっから入ってきた、ここら辺ヒューってと、ああいたいたいた、いいね、早い。でドン、ちょ待って待って、入ってくるわ。ドン、ちょっと入り口が邪魔だな。あった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 、こいつロケランで倒せるのかな、そういえば。消えろ、どうだ、ハッハッハ、雑魚が色を通しで。アディオス、You son of a bitch。 あれってどうやって行くのが早いんだっけ、こっちでいいんだっけ、そもそも。おお、めっちゃ来てると思ったら捕まった。盾がマジでやっかいな。これそのまんま向こう側に行きたいんだけど、それはさすがに無理かな。操作汚いわ。はあ、すげえ変だけど、ボディーアーマー、ボディーアーマー無限化みたいな、それがあれか、鳥頭か、言っちゃえば。これちょっとハンドガン切り替えよう。ハンドガンじゃないけどねこれ。こういう狭いところはもう後ろにいるな。いや、これで当たらん、マジか、いって、なかなか扱いが難しいな。だったら四角タイプライターでさ、ポカ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 やった方が。いや、これ当たらん、いや動く必要はない、もう使う必要もない、そのまま先へ急ぐ。さようなら。しまった、ロケランでなんとかできないのかなこれ。そうか、ここがあったか、ロケランじゃ無理か。大砲にはできてロケランにはできない。じゃあやり直し、着来てるしさ、なんなお前ら。じゃあ大砲はやんなきゃいけない、それが分かりました。はい、サク、ちゃんと狙いましょう。さあ先急ごう、今度こそ。ハンドキャノンにしておこうかな、どうしようかな。どうやって倒したんだよ、イベント見てないからさ、いつももう忘れた。でここでアシュリーと合流か。で中庭パートか、中庭はな、ちょっと狭いからね、ハンドキャノン主体で行きますか。まあとりあえずチャプターエンドということで、Luis, where are? Can't believe that guy. ではチャプター9やっていきましょう。お庭ですね。ここって
ロケランどうなの？ちょっと何発かぶっ放してみよう。まだ犬って現れてないのかな。カラスが飛んでった。まあいいか、とりあえず上に登って旗をやっていきましょう。小箱が壊れてた。あそこの箱、さあワンちゃんがどうなるか、どこで出てくるっけ。ここあたりだよね。さよなら。もうちょっとどんどん先へ進んでいこう。アイテムは一旦無視して、いきなり茂みから出てくるからな。あ、ここか。開く前に行ける。ちょっと待って、ダメだ。これはもう近すぎだろう。こうなるともうちょっとめんどくさいんだよな。距離を取ってくるからね。いつ来るかわからん。一回取ってる。マジでわかんねえ。ここ出てこなかったっけ。これ出てきた。あといつ後ろから来るか。さっき逃したやつ、あれ倒してる。爆風に巻き込まれたか。あいて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 、逃がさん。ダメ、完全に逃げられた。適当に撃っとこう。ちょっとお宝はねでも回収したいから、これは取るでしょ。さあこっち側、あなんかいるな。今見えたな、この隙間から。とりあえず狙っておこう。これで2つ目。この上から狙撃できないかな。いる？全くもって見えない。でガチャ。死んでる。どこだ？こっちじゃねえし。一定の距離を、うん、ここあれか、あれがやっぱりね、開いたか、遅かった。アシュリー、ちょっと待って、アシュリーはマジで巻き込まれるから。あれ結構元気だ。先行手榴弾回収しておこう。先行は役立つからね。あと俺ここちょっとね嫌いなんだよね、アシュリーが襲われるとこ。Hold this down. Okay. おわ、いた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 い。犬。ちょっと逃さん。逃さない。Body armor's not looking great. え、ちょっと待って、アーマーが壊れそうだって。撃ちすぎたか。結構ワンちゃん。あ。うざい。いや気をつけてって、お前が気をつけろ。ここどうなんだろう、ハンドガンに切り替えとこう。もはやハンドガン扱いだからな、ハンドキャノンが。で3つになるでしょ。このねアシュリーがねさらわれるパートがやっぱちょっと嫌なんだよね。ロケラン巻き込んじゃうからうかつに撃てないし、でここで多分来るでしょ。で、ちょっと降りるでしょ。今もういたな。ルート的にはどこだ。いた。逃さん、ちゃあたんねん。
この野郎。おお、待って待って待って。トロールと。あちゃ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 あ。顔。いけるか。アーマーがなくなったな。あれこれどこだ。ちょっともうちょっともうちょっとショートカットして帰れるはずだから。でここか。ちょっと後ろから犬が来るからね。ちょっとここは突破するか。ついてこいアシュリー。犬に構うな。ここまでは来ない。 You hurt?I'm good. Thanks. さてここの青コインは壊していきますか。ボールマスビディスウェイ。でちょっと一旦アーマーを直す。って金マジでねえな。でちょっと待ってこれ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 は取るでしょ。アレキサンドライト。じゃあまずは簡単なところからいきますか。害虫駆除再びは一応取っておこう。でここを破壊します。ネズミちゃん倒したひどい。で座れ。どこだ。ここか。あれちょっと待って指示になってる。あ呼び戻すになってんな。チーン。レオン。Looks like we figured it out。さらにこれも壊してヘビを回収して、でお次はまあこっちに行きますか。どっちがどっちだかもう忘れたけど、あここはあれか、橋のところか。ではではでは、ここは先行手榴弾を装備して、でここに行ったあたりでボン。で、ロケランで倒す。あれ、あの赤いやついなかったっけ。いた。ちょっと数発撃つか。で、これを回収して、おちょっと待って待って待って、アシュリー危険だ、お前は。ここワンサが来るから、ちょっと倒すのは倒しておこう。下からね、登ってくるからね。まだ来てんな。左にちょろっと見えた。確実にここは始末してきた。全員。どうだ?まだいるか。これ下にも爆風届いてんのか?で、一応ね、下に行くとね、お宝とかがあるんだけど、ちょっといいや。ここはこれにて終了。でさらに逆側で、ここは鎧だから、まあ、とりあえず鍵は回収しておこう。さあそしてあれどこだ。ここに青コインがあったような気が。 あっちか。ちょっと待って、アシュリーあそこに爆風に巻き込まれそうだな。ちょっとハンドキャノンでやろう。でここはもう楽でしょう、どう考えても。
Stay up. Up there. さあ、来い。どいつだ？お前らか。鎧ドン。爆風で倒せんな。はい、ドン。さあさあさあ、最後か。最後は3体いるからドンドンドン。オッケー。いやー早いね。全然大丈夫です。スピネルをちょっと回収しよう。アイテム回収、アイテムいいね。スピネル先行手榴弾も回収して OK。 ライフルの弾って今何発あるっけ。Come on. Hey. でネズミがここいたよね。あ、いた。You don't think they're gonna move, do you? さあそしてオブジェを回収して先へ進みましょう。アーマーどうだ。全然大丈夫だな。ではではでは、アシュリーパート、このまま3つはめて。鍵2つ持ってんな。開きました。来ました。お、明るい。めちゃくちゃ明るい。明るいって素晴らしいな。あれちょっと待って、あのハードモードだとさ、時計何時だっけ。それは確認してなかったな。ここはもう絶対あれか、ビビって先へ進めないパターン。時計か。これはちょっと確認しましょう。この画面だとあの時は経たないんで。7時かってことは、これ時を戻した方がいい。ガチャ。でこの先のギミックは一緒か。追っかけてきてる。うわ、追っかけてきてるわ。はよはよはよ。結構ギリギリだな。攻撃されてるじゃん。まあ鎧は確かにね、嫌ですよ。とガチャ。あれ、こっちじゃねえ。ガチャ。怖怖怖。いったい。一発で死ぬのか。これはこのまま続行できるっしょ。いや、ルート取りあれだな。ちょ、これやればいいんだよ。忘れてた。Didn't I just say I was done?ちょっと確実に。おおおおおお、止まれ。あとどこ。あ、ひどっ。
ひどくない今の。若干時間食ってんなここで。アシュリーかわいそうに。もうマジやだよ。暗いと余計怖いよねこれ。これねこのままもうやって、そしたらもうあれだな、これやってこっちマジでひどくない？超罠なんだよ。一応構えてれば剣切られる前に対処はできんな。ちゃんと横も、逃げろ逃げろ、よしこのまま逃げろ。あ、こいつここにいるんだ。こいつでしょ強モブ、あれが動いてんだな。これ交換して、ここは一緒か、置く順番は。これ交換して、まあボス戦でね時間かかんないからね、こういうとこちょっとロスしてもまあ大丈夫でしょう。大丈夫。Good night and stay still. 鎧が早く欲しい俺も。鎧大嫌いって言ってる鎧を着る。このまま横に。お、怖怖怖怖。お、怖怖怖怖怖。これ大丈夫？ギリだな、すべてがギリギリだ。だとここだよね。ここはもうそのまま突破したいから、左に寄せながら逃げていく。でちょっと待って、こっち行って、家いっぱいいるな。なんかこれルート違った？まあいいや。もうちょっとってここ来たことないでしょ、あんた。てかあっちゃっと。もうちょっとお宝系はもう取らないです。で、アシュリーパート OK。というわけで、チャプターエンドになりました。ではチャプター10ですね。そういえばさ、青コインってなんか壊してないよね。ここに1個あるんだけど、これまずこれ壊してないのと、あと1個どこだ、あれあと1個どこだっけ、わからん。ちょっと商人のところに行って青コインチラシを回収しよう。そんなに遠くなければちょっと壊してから行こう。あとこれか、どこだ、これこれ、ここの面か、こうか、ガチャ。で、横丁のランプ。さてさて、で、ここ？これどこだこれ？
ちょっと待って、ここが廊下で、え、マジここどこだ、こう来て、あーこう来てここか、あそこだ、階段っていうか、なんていうの、渡り廊下のところだ、渡り廊下のところの、ここやってないよね、あそうだそうだそうだ、完全に忘れてたな、これなんかここロケランでやったらさ、なんか食らっちゃいそうだな、ちゃんとこれでやろう、一応ショットガンの弾回収しよう、おお、いるいるいる、ちょ待って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 、どっから出てきたお前走ってきたな、この距離でロケラン撃つ気にはなれん、まったく生き残りがいたとはビビらせやがって、じゃあちょっとこのまま進んでいきますか、で例によって、まあ、ネズミちゃんは倒しておきますか、あいた後ろからかわいそうに、しかし害虫と呼ばれてるからな、駆除されて当然だ、さてここから虫もな、めんどくさいな、結構接近されるんだよね、落ちてきたか、接近されてのロケランがマジで危険だからな、本当はショットガンとかの方がいいのかもしんないけど、ここ抜けられる、走って、いや危険だ、うわ食らったか、一応ここのスプレーだけ取っとこう、それなりにヒットポイント減ってしまったな、でこれ今の状況で倒せるやついるか、あいつちょっと待って当たりそうだな、例によって、ちょっと絞ってやってみるか、どう気づかれたちょっと一気に気づかれたんだけど、ロケランにするべきかどうするか、ちょっといやいや危険危険危険、しまったな、なんか完全にしくじったぞ、ほんとだよ、聞いてねえよ害虫駆除なんて、サファイア持ってんのか、結構おいしいかもな、いや待って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 、いやそうなるよね、やっぱそうなるか、切り替えよう、でも大体倒した、また湧いてくるからなこいつら、いやハンドキャノン当たらん、貫通するのはいいな、ロケランとハンドキャノンの切り替えだな、ポイントは、ちょっとハンドキャノン攻撃力上げておきたいな、ここ結構いるからね、張り付いてたりするのが、ここもなんかどっかしらか落っこってきてる、ハーブは回収しておこう、赤やっぱりある程度はね駆逐していった方がいいから、でこういう時に切り替えて、ちょっと待って当たってんの、いった強っ、もう完全死ぬじゃん、いやハードコアでこのダメージか、厳しいね、そうハンドキャノンのやっぱり命中精度があんまりよろしくないよな、ここも来るかな、いって、レティクルの絞りが相当遅いからね、ちゃんと駆逐していこう、いや
アーマーがもう壊れそうか。いったいったい、すげえ減る、やばい。ここでめちゃくちゃ体力食らってる。邪魔だ、あるまだいるな。残ってる時にやられるかんな、最悪。アーマーがないからすげえ減るわ。まだいる。ちょっと後ろの宝はスルーしよう。ロケラに切り替えてボン。まだいるか。叩き落とす。ちゃんとルート構築しないとな。練習しないと。本番なんてとてもじゃないけどこなせそうにないな。うるせえ。ここは楽そうだよね。でも本来多分超苦戦するところだろうけど、とりあえずもう正面のやつはそのまんま倒しちゃっていいかな。気づいて来るっしょ。もう来たらさ、そのまま撃っちゃえばよくない？てかもうこのまま撃っちゃってよくない？ドン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 。あと一応横から来てないかだけドン。あ、死んでってる。終わった？終わったね。早っ。一角銃の角、一角銃の角。こいつらマジで一発で倒せるのいいな。あとは水に落とされた後の氷のところか。ここも明るい。虫が出てくるからね。こいつはなんで下に落ちたんだろう。なんか失敗したからかな。もうお前などいらんみたいな感じで。ああ、ちょっと倒せるかなって思ったけど、あ、いるいるいる。とりあえず地面に立って撃つ。どうなった？あ、いるいるいる。今自分に食らった？やべえな。なんだかんだで回復がないかもしれない。もうスルーだな完全に。これ後ろから追いかけてきてる。それはないな。なんかどっかから打ち込んで。基本的にもう食らっちゃうかな。あ、いる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 。近づいてきてんだ。気づいた時には結構遅いか。ダメだな、爆風当たってるか。ちょっともう予測で、予測打ち。ブラックバスになってるし。ブラックバス回収した。今貴重な食料だからね。これはさすがに取っておくでしょ、すぐ取れるから。ドン。黄色のハーブもまあいらないっちゃいらないからね。そのまま上に行きましょう。
か。そうだ、こんなんあったな。give me a break。ドン。ハーブ。レッドベリル。金。ちょっとアーマーはさすがに修理する。マジできつすぎる。なんかいろいろ達成したけど。だからちょっと待って、しゃがんじゃったけど、まずこれを5色揃えて売って、威力をマックスにしよう。これとあと高そうなの、なんかどれが高いんだかよくわかんないけど、これなんだ、四角か。四角は結構貴重だな。サンカラーボーナス。ちょっと丸だな。丸、これいっぱいあるから、同じもの3つ。組み合わせると 1.4 までいくか。これ。これ。これ。で、これは2カラーズだから、ちょっとケチっていこう。これと、で、これは2つか。ってことは、これと、これの2カラー。よし、これで、とりあえず売って、あと、普通に持ってるのも売って、26万円。で、ハンドキャノン、30、ちょっと足んねえわ。ちょっと足んないけど、まあいいや。金の卵も正直いらないっちゃいらないかな。使っちゃっていいんだよね。サラザール戦を結局、ロケランでやるから。始末するから。まあ、ここも、雑魚敵が出てくるわけではないので、サクサクサクっと進んじゃいましょう。最初に出てきた段階でロケラン一発で倒せるのかな。通り過ぎてしまった。ガチャ。で、そう、これがね、やっぱね、 R3 だとねやりづらい。丸の方が全然楽。で、来るから。これ、ここで狙い。済ませたらどうなる？当たって。来てないよ。あ、まだ生きてる。しんとくね。何、強い。さすがにこいつ強いぞ。倒したけど。電力が来る前に倒したからね。あと待ってるだけじゃん。まあ、ゆっくりお宝とかを回収しながら行きますか。もう安心だ。行く手を阻むものは何もない。早っ。倒すともう一定の時間で来るんだな、きっと。で、救急スプレーを回収して、ガンパウダーあったけど、まあいいや。エレベーターに乗って終了といきますか。このチャプターも
チャプターエンド。じゃあ次のチャプターへ進んでいきます。チャプター11。ああ、あとあれか、苦手なところとすればクラウザー戦とトロッコか。トロッコ特に嫌だな。ここは何回も死にそうだな。これしかもさ、ロケランだとさ、これ破壊できるみたいなんだよね。ドーン。ルイス死ぬんじゃね？どこ行ったあいつ。え？本当にただの研究者かお前。すごいぞルイス。どう考えても巻き込まれたよね。ルイス、なぜクラウザーの一撃で死んでしまうんだ。ここもロケランパンパンってやれば終わりか。じゃあどう、はやっどこ行った後どう、はやルイスもえって感じだよね。ただルイスの強靭さはさっき知ったからな。こんな化け物がいても何とも思わないだろう。早く行け、早く行けって俺がやんないといけないのか。ロケランで破壊できそうだけどね。まあ言っちゃえば何でもロケランで破壊できるからね。おー、きつかったって。何が落盤が。The underground here is sacred to them. See, this is where they discovered Las Plagas, preserved inside ancient deposits of ember. Of course they did. あれ、ここセーブできるっけ？てか多分ここでオートセーブはされるよね。いや、セーブしとこう。あのトロッコやり直すのはちょっとさすがに時間のロスなんで。じゃあトロッコ行くけど、多分ね何回か死ぬと思うんだよね。Give us a push, Sancho. Or you calling Sancho? やっぱりエイムがそんなに上手くないから、上手くないっていうか下手だから。This should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way. What now? Hope you like thrill rides. ちょっと車体を押さえるのもね、たまに失敗して死ぬんだよね。どれ、これか。外した。もういきなり外したわ。さよなら。これはロードしよう。
いやーめっちゃ苦戦したわ。もうあと一発食らったら終わるし、前半戦はとりあえず OK。 さて後半戦の前にタイプライターはなかったよね。そう考えるとあれ、お前どっか出てきた。ルイスなんかめっちゃ苦しんでっけど大丈夫かな。当たった。ハーブフラオット、いやこのまま突入か、厳しいな。セーブができないっていうのが厳しいな。トロッコも練習しないとね。ロケラン1本で通用しないときつい。よし、とりあえず抜けた。後半戦は1回で抜けたな。じゃあリフト向かって進んでいきますか。回り道になるけど、これもなんか虫の巣とかキュートン狙えるかな。さらに下あ、いるな。虫結構厄介だな。これも来るからちょっと一回外した。ルイス殺す気か？お前は死なないだろ。少なくとも一回地面で爆破されて爆風に巻き込もう。ドン自分が巻き込まれんね行ってどっか狙ってきた。ルイスマジ強い。ルイスお前がナンバーワン。しかもこっちじゃなくね。この奥か。
擬態してるやつがいるからね、意外にね分かりづらい。一回爆発しとこう、なんとなく。狙い、後ろにいたな今、ちょっと爆発させてか。マジどっから来んの、ワンサカワンサカさ。あ、こいつだ、また飛んでたしね、結構素早いから。あ、これもそうだ、ドン。後ろにいるか、いるね、ドン。まあ、ちょっと巣はいいや、ドン。やば、スプレー。シカとしていけるか。うん、アーマーはちょっと回復しときたいから、一旦商人のところへ行こう。ここだけ直してください。金が減る一方だ。もう来ないか。早く来い、ルイス。なんだ、トロトロしてんな、悠長に。行こう。構えらんないんですけど。気を使っている。I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. これイベントだった、そういえば。Where? Are you being controlled by that cult? 待って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 。クラウザーマジどうすんだよ。はい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 、ひたすらこれやるしかなくて、命令やって、あとは切る。ちょっと待って、切れん。フォーカス、ショーミーワッツユーガット。メールナンパチ入れればいい。あとこっち、何かはじかれた。そりゃそうか。いいよ、ドン。ちょっと、ね、命を最優先するか。しまった。パーリーだけじゃないんか。ちょ、待って。ほら、後ろ。無駄。すぐ後ろに来るな。もちろん、カトンボ。攻撃に集中しすぎてた。早く回復した方がいいかな。一応回復しとこう。これで終わりだ。まだ生きてる。ちょ、待って、しぶといな。攻撃してるとやっぱり、やべ、
両手が忙しい。よし、オッケー。クラウザー戦やっぱ苦戦するな。まあなんとかこのチャプターも終えられたので、また次へ進んでいきましょう。いつの間にか死んでいる。お前の死は無駄にはしない。チャプター12。草は回収しておこう。ここと赤もあったよね、どっかに。あれ、ここにも緑がある。あったあったあった。緑赤か、用意されてるのは。上に登って、スイッチ押さないとダメか。電気が来てんのがね、すごいよね。ちゃんと電気代払ってんのかな。時計塔へ行きましょう。電力会社とかね、どこ使ってんだろう。外国の電力会社だからちょっと分かんないんだけどさ、結構な電力食うよね、どう考えても。あ、でもここら辺はあれか、松明的なものなんだな。こういうのロープウェイって絶対これ電気だよね。明かりはさ、これ松明になってるけど、これ自体動かしてんのは電気でしょ。自家発電してんのかな、それとも。時計塔のなんだっけ、エレベーターみたいなところもロケランだときついかもね。そういえばだけど、やっぱ割と難所が出てくるよね。ロケランはもう接近されたらね、もう使いづらいっていうのが。そうか、まだあれか、これ見ないと敵出てこないか。で、とりあえずこのとこポンと爆風で左から来るかもしれないから、そっちも警戒しつつ。まだ行くか。あ、来てんな。すり抜けたか。とりあえず OK。 あ、まだいるね。全然いるじゃねえかよ。ちゃんと狙おう。だから素早く駆け寄ってくるやつ、距離を詰めてくるやつだよね、そいつは苦手で。ボウガンがいるはずだから。あれ、上か、なんか上にいるな。まあ、いいや、宝だけ回収しよう。ここの金塊、宝とか割と落ちてるから、一応資金はこいつら潤沢に持ってんのかな。はい、どこに行った。死んでいる。大体倒したか。ここ確か破壊できなかったっけ。そうだよね、邪魔だマジで。ここ意外に邪魔だからね。いた、強っ。やるな、相打ち格好で投げてくるとは。なんだかんだで回復めちゃするからな。待て、そして赤緑ハーブだけだと全回復しないっていうのが。ちょっと待って、この距離はやだ。このくらい離れてないきつい。なんかカマが見えたんだけど、いたよね。ルビーゲット。一応回収しておくか。これ多分金のアタッシュケース持ってるとだいぶ金貯まるんだろうけど、持ってないんですよねっていう。あいつも早々に倒したいけどな。ちょっと一回これでやっといて、さすがに逃げるは逃げよう。こいつはナイスでゴリ押す。強靭なナイス。今パリ来た。
ロスボ持ちがいるな。早急にバック出ましょう。このバック結構広いよね。あそこから見られるかな。どうだ、倒してる。いいじゃんいいじゃん。あとワンサカ来るから、これ何がトリガーになってんだろう。場所かな、ここに来るとワンサカ来るのかな。死んでってる。ちょっともう一回くらい流しとくか。でサクサクサクっと取れるお宝は回収しておいて、ここから打ち込むか。あいつら安全地帯にいるから、ここがねやっぱちょっと辛そうなんだよね。潜入されたらもうロケランは撃てないから、潜入される前になんとかしたい。狙えるやつはもうガンガン狙っていこう。いやいやいや、ポン、ホップ、だからあの頭痛持ちのやつ、あいつはそこで倒しておきたいよな。どっから来た、これか。爆破させとけばなんとかなるな。これでもいいんじゃん、ポン。何つくれるか、いるか、ポン。常に周りを見ないと。来てる来てる来てる。あ、お前も来るか。待て、遅かった。ちょっとあっちの方で爆発いって、やっぱ当たるか。奥で爆破させれば大丈夫かなって思ったけど、ダメでした。ガンパウダー回収して、あ、いた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 、お前か。なんかいるな、上の方か。ヒュードン、上にいるな。先に始末しておく。もうそろそろ大丈夫。あとこっちだけ見とけよ。あいつはもう来れないでしょ、こいつ。あ、何、上に登ってくるのか。じゃあ倒そう。ロケランの自爆はあれかな、アーマーが、あ、どっから撃ってきた。残っていればアーマーから消費していくのかな。あれ、どっかから撃たれたよね。まあいい。あれ、定員原子とかいうの手に入れた。あ、乗せてないってことか。あれ、でも1匹乗ってきたよね。1匹くらいはいいのか。まあ一応トロフィーが取れましたと。面白かったですけど、これさ、本来だったらさ、あの双眼鏡を覗いてないけどさ、連れ去るシーンが見れるんだけどさ、いないよね。ロケランで打ち込まれてるから。アシュリオで、ここは歩きましょう。で、これ大丈夫かな。一応大丈夫か。ダイヤモンド、敵はいないから、ちょっとアーマーを直しに武器商人のところには行く。どこ、9500円。あれ、オディアマ完全に破壊されちゃってたか。あ、そうか、横線ついてたら破壊されてるってことか。あれ、まだ1匹いる。いつの間にできた。あぶね、死なばもろともで撃ってくるかな、こいつら。てか単純に俺のエイムつけるのが遅いだけなんだけど。ではサラザール戦、サクッと終わらせよう。倒した。なぜここで死んでいるのかはわからない。いい感じで音楽が終わったな。
これエレベーターさ、降りてるときにさ、クラウザーの船が見えるんだけどさ、もうクラウザーって分かんなくない？レオンがクラウザーみたいな感じで言ってるけど、スコープで見ればいいのかな？見えねえし。高倍率で。どっから出てくる？どこ？行っちゃった。これ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 、てかもう分かりづらいし、高倍率すぎたか。おっ、 こんなやついるの？知らなかった、めちゃくちゃビビったんだけど。いやマジか、ここ敵いねえとか思ってたらびっくりギミックだな。そういうのもあるのか。もういない？一匹だけ？いた！びっくりした。お前許さん、回収。お、ベルベットがある。スピネル、あいつスピネル落とすの美味しいな。あ、そっか、鎧が多分置いてあったからか。鎧で寄生してたんだな。というわけで古城編終了しましたので、第2部はここで終わりたいと思います。次は、最後ですね、古島編やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。